霊夢と、マリサの、暴走族チャンネルこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。前回はユーカリが丘線の車庫入れなど、途中下車しながら沿線の風景を堪能してきたぜ。そして勝田台へ移動し、千葉が誇る焼肉ファミリーレストラン、赤門で焼肉を堪能したぜ。焼肉美味しかったね。で、今回はその勝田台から東洋高速鉄道に乗って西船橋へ向かうぜ。おお、あの高額鉄道か。その高額になった経緯など、東洋高速鉄道の歴史を解説しながら沿線風景をお届けするぜ。今回も名列車探訪と解説動画のハイブリッド仕様となってます。ってことで早速始めるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さあ、勝田台駅に戻ってきたぜ。こっちは京成の改札だね。東洋高速鉄道が開通したから、乗り換えを便利にするために地下に改札を移設したんだよね。そうだぜ。お、東洋高速の改札だ。確かに近くなってるね。じゃ早速中へ入るぜ。あいよ。さらに下るんだね。お、列車がもう止まってる？快速だ。東京メトロの車両だったな。東洋高速は車両持ってるの？あるぜ。2000系車両を10編成所有しているぜ。10編成もあればそんなにレアじゃないね。しかしこの2000系は ATS-B 型などが搭載されていないので、JR 東日本の中央観光線への乗り入れはできないぜ。ってことはもし2000系に乗りたかったら中野行きか中野始発なら可能性があるってことだね。そういう見方で探すのもいいな。結構空いてるね。そうだな、撮影はしやすいのはありがたいけど寂しいな。出発した。じゃあ、ここら辺で東洋高速鉄道の解説を始めるぜ。よろしく。東洋高速鉄道は、千葉県船橋市の西船橋駅と千葉県八千代市の東洋勝田台駅を結ぶ、路線距離 16.2 キロを保有する、第三セクターの鉄道会社だぜ。ふむふむ、ほぼすべての列車が西船橋から東京メトロ東西線と相互直通運転しており、一部は東西線経由で中野駅より JR 東日本中央観光線の三鷹駅まで運転するぜ。三鷹まで行くのは東京メトロの車両のみってことだね。そういうことだぜ。お、地上に出てきた。過去には速達化を図る目的で、東洋高速線内も快速運転する東洋快速が設定されていたが、通過駅で10分以上の間隔が空くことがあったり、快速に乗客が集中したりと効率が良くなかったために、現在は全て各駅に停車するようになったぜ。なるほど。村上駅だぜ。住民要望で西岸駅として追加設置された駅だぜ。で、ここまでは東洋高速鉄道の概要を解説してきたが、ここからは東洋高速鉄道の開業までの経緯を解説するぜ。いよいよ高額運賃の理由が解明されるんだね。まず、東洋高速鉄道は第三セクターの鉄道会社として開業したが、当初は東京メトロの前身である、帝都高速度交通営団東西線の延伸区間として計画されたんだぜ。地下鉄路線だったの？京成本線の混雑解消路線を目的とした、営団勝田台線として計画されたんだぜ。だけど地下鉄がこんな千葉の硬い中まで延伸できるの？いい質問だぜ。延伸区間が全区間が千葉県内にあることでこの計画は難航したぜ。営団地下鉄ってそもそも東京都内の路線網を基盤としてるんだよね。帝都高速度交通営団校の第一条に、営団地下鉄は東京都の区の存する区域及びその付近における交通機関と定められていたんだぜ。やっぱり法律で決められてたんだね。八千代中央駅だぜ。八千代市役所の最寄り駅だぜ。じゃあ利用者は多いの？約1万2000人だぜ。思ったより多くないね。でもさ、東西線自体も千葉県の西船橋まで延伸してんじゃん。
東西線は当時国鉄の総武線と中央線のバイパス路線として、国鉄も出資する形で計画された路線だったんだぜ。つまり特例的だったんだね。つまり総武線とのバイパスになっていない路線に、営団の出資者である国と東京都が建設するに値しないという意見と、ドル箱路線の東西線を延伸することで、さらなる収益を見込めるといった超法規的な意見とがぶつかっていたんだぜ。民間鉄道なら即決案件だったね。で、揉めているのは営団内だけでなく、京成、当然京成電鉄は競合関係となることで反対していたのに対し、自治体はあくまでも営団による路線改良を望んでいたぜ。国と東京都がお金を出して鉄道作ってくれるならこんなに美味しいことはないよね。結局営団地下鉄は1974年に第5号線、営団勝田台線として西船橋、勝田台間の延伸を正式に決定し、1976年に建設工事に着手し、1979年の開業を計画したぜ。結局営団が作ってくれることになったんだね。しかしその計画に暗雲が立ち込めるぜ。どうした？オイルショックだぜ。出たー。京成電鉄はオイルショックの影響による不動産投資、地域開発分野で大幅な損失を計上したことや、成田国際空港の開港の遅れにより業績を悪化させてしまい、倒産寸前まで陥ったぜ。詳しくは京成電鉄の解説動画をご視聴ください。こんな状況下で営団勝田台線が開通したら京成の利用者を奪うことになり、京成にとどめを刺しかねないと判断した、当時の運輸省が一時的に計画を凍結したぜ。確かに、営団勝田台線はあくまでも京成線の混雑緩和が目的だったから、倒産されては開業する意味がなくなってしまうんだぜ。八千代緑ヶ丘駅だぜ。中学から大学までキャンパスを保有する修明学園や京成バラ園の最寄りで、東洋高速鉄道の本社もこの駅にあるぜ。八千代中央よりも利用者数は多そうだね。約2万人で、他路線と接続しない駅としては最大だぜ。で、京成が経営危機で、って話で止まったけど、その後どうしたの？1980年に当時の運輸省は慎重に検討を重ね、複数の自治体、鉄道事業者、金融機関が出資する第三セクター鉄道の設立に落ち着き、1981年9月1日に東洋高速鉄道が設立され、同社が勝田台線の建設、経営を行うことが決定したぜ。ようやくスタートできるんだね。ところでどこが出資してるの？自治体は千葉県を筆頭に沿線の船橋市と八千代市。結局自治体もお金を出すことになったんだね。最後まで嫌がっていたんだが、これ以上難航して開業が遅れる方が損失が大きいと考え、しぶしぶ了承したということだぜ。で、鉄道事業者は東洋高速鉄道に乗り入れ、あるいは接続する東京メトロ、京成電鉄、東武鉄道、新京成だぜ。東京メトロは結局出資のみにとどまったんだね。船橋日大前駅だぜ。日本大学関係者による西岸駅として開設されたぜ。ちなみに西口駅舎及び周辺の設計、デザインは日大理工学部によるものだぜ。へぇで、1984年より建設工事に着手し、第1期は西船橋、八千代中央間を1991年4月に、第2期は八千代中央、東洋勝田台間を1993年4月の開業で計画したぜ。車両費を含めた建設費用は2091億円を予定していたぜ。これは10年前に営団が計画した2倍の金額となったぜ。あの時さっさと作っていれば、と思ってるだろうね。北奈良市の駅だぜ。新京成電鉄と乗り換えできるぜ。近くに奈良市の大団地があり、新京成と合わせると約5万人ほどが利用しているぜ。新京成の利用者にとっては津田沼まで行かなくても東京方面に乗り換えができるから便利になったよね。で、ようやく工事に着手するが、また新たな困難が発生するぜ。ドキドキ。最初の困難は土地収用だぜ。ふむふむ。
各都道府県に設置されている収容委員会は、土地収容に関わる手続きを行うための行政組織なんだが、千葉県の収容委員会は成田空港改良によるテロの被害が相次ぎ、全く機能していなかったぜ。機能していないとどうなるの？土地収容法を根拠に強制的な土地収容ができず、工事が着手できるまでかなりの時間と費用を費やすことになってしまったんだぜ。なるほど。たった一人が反対しただけで3年間伸びたとも言われているぜ。さらに手抜き工事によるトンネル陥没事故や、バブル期の土地高騰の煽りを受けて、建設費が当初予定をはるかに上回る結果となったぜ。結局いくらになったの？3000億円だぜ。わずか16キロで3000億円は高すぎる。おかげで全国の第三セクター鉄道の中で最も債務超過が保有している会社として不名誉な称号をもらうことになってしまったぜ。また駅に着いたね。ところでこれなんて読むかわかるか？飯山満？残念。正解は、ハサムだぜ。かなりの難読駅だね。この地名の由来は、山奥だが米が取れる良い土地ということで、ご飯が山に満ちる、という理由が有力らしいぜ。へぇで、話を戻すとそんな借金漬けの状態で開業したことで、当然運賃も高額にせざるを得ないぜ。どれくらい高いの？東洋高速鉄道の西船橋、東洋勝田台間 16.2km の運賃は640円するんだが、JR で同じ距離を乗車した場合は310円だぜ。つまり JR 東日本の電車特定区間運賃の約 2.5 倍だぜ。たっか。ちなみに勝田台から日本橋まで京成と比較すると、京成は都営浅草線との乗り継ぎで712円、東洋高速線は東西線と乗り継いで922円かかるぜ。京成の方が安いね。だけど乗車時間は？高速で走る東西線を持つ東洋高速線の方が有利に見えるけど、東洋高速線は東西線を快速列車として走った場合は約45分、京成は特急などの優等列車で乗り継いだ場合は最速で約50分、快速だと1時間程度かかってしまうぜ。つまり東洋高速線の方が高いけど安定して日本橋に早く着けるってことだね。しかも東洋勝田台駅は始発だから座れるしな。そういう選び方をする人もいると思うぜ。ま、サラリーマンは交通費が支給されるからそんなに気にしないよね。東洋高速線の沿線にある学校に通わせる親にとっては頭痛のためだぜ。そうだね。こんな高額で利用する人はいるの？開業から10年くらいは赤字が続いたが、沿線の住宅開発が進展して乗客が増加したことで、2010年あたりから黒字に転ずるようになったぜ。お、やるじゃん。だが累積赤字はまだ残ってるし、建設費の返済も完済するにはあと40年近くかかると言われてるぜ。それまでは運賃の値下げはなさそうだね。なので旅客以外の収入にも力を入れており、ホームや改札口などの駅施設を利用して、ドラマをはじめとするテレビ番組や CM のロケーション撮影を行っているぜ。そこは千葉都市モノレールと一緒だね。ところでどんなドラマとか撮影してたの？主は池井戸ドラマ以外には興味ないのでよくわからないそうだぜ。気になった方はウィキペディアで調べてみてください。東海神駅だぜ。約 1km 圏内には JR 総武線船橋駅と京成船橋駅、イオンモール船橋などがあって栄えた場所に駅があるぜ。じゃ利用者は多いの？いや、船橋駅が近いおかげでスルーされているぜ。しかも地上から見える駅舎といえばこんな感じだから、存在すら知られていない可能性があるぜ。地上部分に駅舎を作るほどの土地はすでになかったんだね。では最後に、路線が競合する京成電鉄との今の関係を説明するぜ。ふむふむ、京成電鉄と東洋高速鉄道とのコラボ企画、京成ローズ切符を発売するなど、両鉄道を利用してもらうべく、共存共栄への道を歩んでるぜ。京成ローズ切符？八千代市にある京成バラ園の入場券と、京成電鉄、東洋高速鉄道などの往復乗車券がセットになったお得な切符だぜ。京成バラ園？そういえば八つ遊園の跡地にもなかったっけ？それは八つバラ園だぜ。京成バラ園は、かつて京成電鉄が経営していた八つ遊園のバラ園に使うバラの栽培、一種を目的に設立されたぜ。ふむふむ、
世界に誇れるバラの搾取と日本にバラの文化を広めたい、との思いから様々なバラの品種改良を行い、世界のバラコンクールにおいて数多くの賞を受賞するなど、バラ文化の普及に努めているぜ。またベルサイユのバラとの共同企画を行っており、ベルバラのテラス、ベルバラ通りには、ベルサイユのバラをモチーフにしたバラが植えられ、キャラクター等身大パネルやイラストパネルもあり、ベルバラファンには好評の撮影スポットとなっているぜ。人気が根強いんだね。まもなく、西船橋です。この電車は、東京メトロ東西線直通、快速、長野行きです。西船橋で地上に出てきた。浦安、東陽町の順に止まり、見慣れた景色だ。各駅電車をご利用のお客様と、まもなく西船橋に到着するぜ。じゃ今回の名列車探訪ももうすぐ終わりだね。ご注意ください。東陽高速鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。お出口は右側です。あらりが西船橋 TR1。 This train is the rapid service on the Tokyo Metro Jōzai Line bound for 中野。 The next stop after 西船橋昼間でも乗客多いね。じゃあ降りるぜ。あいよ。これでユーカリが丘への名列車探訪は以上だぜ。ユーカリが丘線も東陽高速鉄道も観光向けではないけど、沿線住民の足としては欠かせない路線だったね。それとどちらも癖のあるエピソードばかりだったね。ユーカリが丘線はヤママンという不動産会社が設立した異色の路線だし、東陽高速鉄道は開業時期が遅れたことで高額運賃となってしまった悲しいエピソードの持ち主だしな。なんとかして存続してもらいたいよね。で、次は何を取り上げるのさ？そうだな、次は新京成電鉄を取り上げるぜ。こちらも癖満載な路線だね。さて、ここまでいかがだったでしょうか。またご縁があれば次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録は不要です。それでは、ご視聴ありがとうございました。